おほ多神社は、富山県富山市にある神社である。旧社格は、剣社。菅原道真公、富山藩書大藩主、前田利次、二代藩主聖保、十代藩主敏安を、祀る。富山の天神様として、数敬を受ける。元は、清禅寺の境内者であった。校長三年、菅原道真公の尊像を建て祭り金、重山清禅寺としたのに始まる。 漢文5年、清禅寺境内に新たに天馬宮を作り、北の天神を誕生した。富山藩主前田家は菅原道真の末裔を称しており、清禅寺天馬宮は前田家の祈願書とされた。宝永5年現在地に遷座し、明治6年に通称柳町天馬宮から現在の大保田神社に改称した。江馬堂の中央の神宮の像を撫でて、 合格を祈願すると願い事が叶うと言われている。境内には、聖保が鋳造させた金で作った、聖保高特費がある。元は、富山城で辞称として使われていたもので、明治時代によそに移されたが、明治32年の大化で半分焼け落ちたので、当社に奉納され、聖保高の記念碑とされた。全国の菅原道真を祀る神社などで行われる、特殊神事。 嘘がえが2018年5月に13年ぶりに復活した。ありがとうございます。